速稼塾の久保です。本日は日曜日なので相場は動いてませんけども、この今のね、今リアルタイムチャートを見ながら、ちょっとね、講義といいますか、皆様に予備知識を お知らせしようかと思います。これ現在の4時間足でもう止まってるんですけどもね、これをどのように見ていくかってことになります。で、今回正確には該当しないんですけども、私がこれを見て何を感じるかというと、ダイヤモンドフォーメーションってやつをね、思い出すんですよね。ダイヤモンドフォーメーションってのはどういうことかっていうと、ちょっとね、図を見ていただきましょうかね。例えばこういうものです。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと見えますかね？ちっちゃいですけども、ダイヤモンドフォーメーションって書いてますよね。もうちょっと大きいのないかな。大きいの、すいません、出します。はい、これです。ダイヤモンドフォーメーションね。どういうものかというと、ズバーっと下から、下に降りてきて、ちょっと色変えましょうか。赤でいきましょうかね。ズバーっと降りてきて、こういうふうに上がって、下がって、さらに大きく上がって、さらに大きく下がって、で、左右対称に、ちょっとね、こう収束していってっていうので、同じ方向に抜けていくみたいなね、ダイヤモンドフォーメーションってありますけども、まあ正確に一緒じゃないですよ。正確に一緒じゃないんですけども、今の形はそれに似てるなというふうに私感じるんですよね。上の方から入ってきて、ここから、まずちっちゃい山を作って、もうちょっと大きい山を作って、もっと大きい山を作って、そして、中ぐらいの山を作って、で、またね、ちっちゃい山を作って、こういう風になっていってると。左右対称に見えるっていう風に私申し上げましたよね。昨日か一昨日に、ここがね、左右対称みたいに見えるよって言いましたよね。だからダイヤモンドに似てるなって感じたわけなんですよ。だからどういう風に今後なっていくかと言いますと、この入ってきた方向に、まあ、抜けていくんではないかなっていう風なこともぼんやりと考えてるんですよね。ただダイヤモンドフォーメーションっていうのは、さっきの図を見ても お分かりだと思うんですけども、ほら、このダイヤモンドのね、上底といいますか、上に足してダイヤモンドの下に足してって感じで、上下がそれぞれ、こういう風にね、張り付いてないといけないんですよね。基本的には綺麗なやつは。でもこれは下の方に行ってないんですよ、十分。だからまあ半分ダイヤモンドと言いますかね、山切りカットと言いますか、ダイヤモンドってのはもっとこう下がってないといけないですかね、ここが。だからダイヤモンドではないんだけども、ダイヤモンドフォーメーションに似てるなっていうことを見ながら、考えながら、これを見れたかどうかっていうのは、ちょっと違うんですよね。いかがでしたかね、ダイヤモンド。気づいてましたかね。では、同じチャートの1時間足見てみましょう。これ1時間足です。この1時間足にも実はダイヤモンドという風なね、ものがちょっと見えてるんですよね。さっきのダイヤモンドとはちょっとこう質を異にするんですけどね。ここを見てみましょうか。ダイヤモンド。どういう風にダイヤモンドかっていうと、上から降りてきて、こういう風に上がって、で、下に下がって、まあ元通りに戻っていくと。これがね、ダイヤモンドなんですよ。どういうことかっていうと、こういう風に引いてみてください。こういう風に。ね。こういう風な形で、なんかダイヤモンドみたいな形に見えるんですよね。こういう風なダイヤモンドに。で、このダイヤモンドってのは往々にして、今度はこっちに抜けていくことが多いとされてるんですよ。入ってきた方向に出ていくと。だから4時間とはちょっと違いますよね。だから時間軸をずらしてエントリーするタイミングを1時間にするのか4時間にするだけでも、これだけ判断が変わるんですよ。もちろんダイヤモンドっていうのが絶対ではありません。そうなる可能性、蓋然性が高いよという過去のデータの蓄積でしかありませんけども、これを知ってエントリーするのか、これを知らずに別の視点だけでエントリーするのかでは、おのずと結果が変わってくるよねっていう風なね、今回の講義でございました。まあ参考にしていただければ幸いでございます。よろしかったらね、ダイヤモンドフォーメーションで検索していただいて、一つダイヤモンドってものがあるってことを意識していただければ、今後のトレードライフに役に立つんではないかと思います。それでは今回は以上です。